あ、ごめんね。ね、めちゃくスラム街、あ、たどり着いてる。ワンルームかと思ったけど、さらに部屋があるんかな、中に。なになになに、怖い。隣の人203か。何、怖いんだけど。何、病気、病気なの。おい、大丈夫か。優しいね、声かけてあげるの。開けるぞ。おじいちゃん、何。いや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 、人の部屋に勝手に入ってきて剣を構えるな。幻覚やろこれ。え、怖い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 。部屋に戻ってろ。離せ。どれが幻覚でどれが現実？ティファがいるのは現実？リユニオン。リユニオン。なになになに、住人？大丈夫か？この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。大丈夫かよ。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。49。クラウドもお願いね。何の数字？ああ。なんか記憶にある？あの数字。隣の住人があんな感じなら全然気が休まらないな。うなり声とか聞こえてきたらね。朝？スラムの日常。平和かな。おー、明るーいと思ったけど、あれか、白飛びする方向があるだけか。いやでもまあ明るいよね。何、上、さらに上がある。何これ。フェニックスのを手に入れたんだけど、こんなとこからどこに行けばいいの。あ、別にこれは目的地というわけでは何か。上にも行けるよーってことね。オッケーオッケー。お隣さん大丈夫かな。やめといた方がいい。ティファはもう店に行った。集金がどうのこうのって言ったよね。手伝わんといかんのか。あ、これ大家さん。大家、あんたがクラウドだね。大家さんって感じ。私は大家のマーレで、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。訳ありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。すごい髪の毛のボリューム。何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫。髪の毛まとめてこの状態か、すげえな。覚えておこう。ほどいたら大変なことになりそう。ティファはとっくの昔に出かけたよ。かわいい。犬。あれも犬かと思った。子供か。どこだい。セブンスヘブンはどこだい。わからん。とりあえず行くか。自警団が見回り強化してくれるってよ。人で見回りを強化。私たちは大丈夫なの。ウェポンズ、武器があるんかな。どこだ。なんか夜はめちゃくちゃ目立って見えとったけど、あ、一応なんか子供たちが遊ぶ公園というか。なにこんなんあるやん。へえ。車あった。
空き地みたいなのがあるんやね。どんな場所にも子供の遊び場はあるんか。いいっすね。こっちかな。いや違うか。なんか服屋さんある、見て。すごい、なんか結構綺麗な感じじゃない？あ、ごめんね。ねえ、めちゃくちゃスラム街、あ、たどり着いてる。スラム街っていう割には、しかもなんか周り結構貧しそうな人が多い感じやけど、店はしっかりしとんやね。へえ。てか結構活気あるな。あ、猫おる、かわいい。真っ白だね、君。たまにバレットさんと飯食うんだ。怖そうに見えるけど、すげえいい人だぜ。あ、いたいた。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん、どこで寝てんの？じゃあ、早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。集金じゃなかったの？この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って、あ、それがってこと？古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。なんかすげえ嫌そうだけど、聞いてる？勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。ジュークボックス。ジュークボックスにアクセスすることで好きな音楽を楽しむことができます。ジュークボックスで聴ける音楽はミュージックディスクを入手すると増えていきます。ミュージックディスクはフィールドで音楽アイコンが出現する場所の近くで入手することができます。あ、なんか入手してない？ほら、03、ティファのテーマを入手した。ふんふんふん。入手した、ティファのテーマなんや。今流れおるの。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで、何かと言うでしょ？そのまま？マジで。助かる。まあ、どっちにしても、あと1500はもらうわけやけん。今、バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。チョコボの羽がどうたらこうたらって言った。上から仕入れたアイテムもあるよ。チョコボとかモーグリとかも出てくるんかな。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役目変わってくれよ。君にはちゃんと店があるだろ。あんたには無理だ。あ、クラウド、また新しい音楽。そうだ、せっかくだから買い物する。なんで今集金したばっかりの金を使うんだよ。バイ、アイテム。あ、音楽買うんや。へえ、なるほど。で、これ買ったらいいってこと？プレリュード。このタイミングで音楽買いよるのもちょっと意味わからんけど。毎度どうも。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。全然歓迎してなさそう。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお金払えば客だろ。いつもの用意して待ってます。なんであんたみたいなのがティファちゃんと。納得いってなさそうだね。仲間なんだからしょうがねえだろ。しかも幼馴染みないけんさ。あっちか。ん？どこ行った？あ、いたいた。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれる。それはティファだからじゃないから。どうだろう。もう少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。まあそれはね。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。大家さんからも集金するんか。もう一回様子を見てくる。いたいた。こっから街を眺めてんのか。マールさん、フィルター交換です。ティファ
待ってたよ。みんなティファニーはまあまだ。あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いから。他のゲームとかでなんかね、ファイナルファンタジーコラボとかしたらティファ結構強いよね。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1。疲れたら寝るって、ね、そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。お休憩ポイント、休憩ポイントで HP と MP 全回復。あ、回復スポットとして使えるんやね。ちゃんと自動販売機のそばにあるベンチや自室のベッドなど休憩ポイントで休むと HP と MP を全回復することができます。自販機そばのベンチ、自販疲れたらちょっと買いましてこ、ありがとう。まず自販機を見かけてないんやけど、どこにあるんやろ。マーレさんのおかげで。なんかね、普通に店はいっぱいあるけど。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。フエンズスレインディスマンス、よくわからん。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れたって言われるのよ。あ、武器屋さん。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。集金できそうな雰囲気じゃないな。 ではここまでの生産をお願いします。一応お金は取るんですね。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。これが踏み倒す気満々の人ってことか。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな。男相手やったらそういう感じなんですね。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな、今晩まだ夜が明けたばっかじゃないの。アイデアがあるんだけど聞く。本格的に何でも屋を始めるならまず縁を作るべきだと思う。まあ確かにね、ご縁はお金より大事だから。信頼がないと何でも屋って言われても引き受けれんよね。引き受けれんというか依頼人がいないよね。それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。びっくりマークついてるけど会話できないんですけど、ここに入ればいいの。あ、今日は2人が当番なんだ。もしかしてクラウドさん入団希望すか。あ、自警団だな。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、またあのフードのやつを追ってよ、教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。あ、早速モンスターいる。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、改造小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。武器の強化ができるようになるのか。おせっかいだろうけど手順を教えるな。これを片手で扱ってんのすげえな。なんかボロボロやね、傷だらけやん。新機能アップグレードウェポンズ、武器を強化できるようになりました。スキルポイントを武器に割り振り、武器スキルを解放してみましょう。ほうほう、チュートリアル。
武器スキルを解放し武器を強化するときはアップグレードウェポンズで行います。はい、まず強化したい武器を装備しているメンバーを選びます。 X を押してクラウドを選択してください。 X じゃねえ、バツか。右側の数字はスキルポイントの最大値です。キャラクターのレベルアップに応じて増加していきます。ふんふん。次に強化する武器を選びます。バツを押してバスターソードを選択してください。右側の数字は武器に割り振ることができるスキルポイントの残量です。ほっ、何、なんか勝手に動いてんだけど。武器スキルを解放して武器を強化しましょう。武器スキルの解放に必要なスキルポイントは武器ごとに最大値まで割り振ることができます。節約せずに使い切ってしまいましょう。ほうほうほう。スティックか十字キーで選んで武器スキルを解放してみましょう。これを解放すればいいの？物理攻撃力アップ、はい、解放済み。魔法攻撃力アップ、で最大 HP はスキルポイント不足。 OK。 武器強化を自動モードにすることもできます。武器を選択し三角を押せば自動モードが選べます。気軽にプレイしたい時にお試しください。自動モードでいいやん。ふんふんふん。武器のオート強化ってことね。 OK。 武器を強化しました。武器スキルを解放することで武器の基本性能は向上し、マテリアーナが追加されるなどの効果も得られます。キャラクターがレベルアップしたときにスキルポイントの最大値が上がると武器レベルが上昇します。武器レベルが上がるほど武器スキルの種類や数が増えていきます。様々な武器を強化していきましょう。これでチュートリアルは終了です。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみる。ありがとう。ああ、それから俺らなりの例その2、何でもやろう。あ、それは助かるね。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。え、大丈夫？一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。最初から素直にそう言えよ。任せて。スラムで一番のガイドよ。お、あ、メンバーとして入った。ってことは一緒に戦ってくれるんか？な？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、これからはここのスラムが拠点になって活動していくんか。しばらくはなんか平和な感じが続きそうなんかな。ずっとこんな感じでいいんやけど。それじゃあ RPG じゃないか。